ギュスタンフ・デ・シュメトは、ベルギーの画家である。ヘントで、画家、ジュール・デ・シュメトの息子に生まれた。弟のレオン・デ・シュメト、レオン・デ・スメ、1881から1966も画家になった。ヘントの美術アカデミーで、印象派の画家、ジャン・デルバンに学んだ。1908年から多く芸術家が活動していた、ヘント近郊の村。 シント・マルテンス・ラーテムで活動し、アルベール・セルバースやフリッツ・ファンデンベルエといった若い前衛的な画家と知り合った。第一次世界大戦が始まると、ファンデンベルへとオランダに避難した。アムステルダムやラーレンブラリクムで活動し、はじめ印象派のスタイルで描いていたデシュメとは、アムステルダムに滞在していた、フランスの表現主義の画家アンリル・フォーコニエラに影響され、 表現趣味のスタイルなどの作品を描くようになった。1922年にベルギーに帰国し、オーステンデやダインゼやアフスネーなどで活動し、1927年からトゥールレに住んだ。ありがとうございます。